はい、皆さんこんにちは、マナレベル氏です。では今回は信長の野望大使パープキット幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。まず前回までにですね、四国に乱入してきていた幕府軍、これを撃退せしめたということで、四国はね、今山内家の勢力圏内、土佐藩が全てを掌握したという状態です。まあ、一方徳川家、圧倒的な国力を誇っているというのもあるので、まだ油断ができない、そういう状況です。でさらに九州では黒田家がね、四国への上陸を企図したというところあったんですが、これは一応今のところ防げているという状態なんで、今回はですね、まずしっかりと徳川に備えようというところと、あとはやっぱりね、薩摩、そして長州、まあ、それぞれ島津と毛利とですね、しっかり結んで倒幕の機運を高めていきたいなというふうに思っています。では早速続きを始めていきましょう。まずお金がそんなにあるわけではないので、できることは限られているという中ですね、まず最初にやっておきたいのが、やっぱり防衛施設をしっかり作っておこう、まあ、そういうところですかね。まあ、特に徳川軍は圧倒的な兵力を持ってくるので、それを迎え撃つときにいかにね、狭いところで戦えるかというのが重要なポイントになってくると思うので、まあ、そういった要素もね、しっかり考えながら、どこに何を作るかというのを考えていきたいと思います。必ずや果たしてみせよう。長政だな、宝術剣さん。まあ、今直接黒だと先端を開くというところはなくて、細川と黒田が戦ってくれているという状態なので、これ細川家がね、しっかりカバーしてくれればいいかなと思ってます。でさらに言うと、その細川を島津が飲んでくれたらなおよしという状態ですかね。なぜなら島津とは婚姻同盟を結んでいるからです。でこの後はですね、そういう意味で言うと毛利ともしっかりね、同盟関係を作っていきたいというところかなと思います。まあ、毛利とはね、今マイナス20という状態なので、ここはしっかり親善を送って、毛利との仲をね、回復しておきたいと思います。うん、上杉が伊達に飲まれたか。ちょっとしばらく見てないうちに全国を見てみた場合どうなってるんでしょうね。やっぱり伊達が大きくなっている感はありますね。で前回もお話してると思うんですけども、まず徳川家と決戦した場合、国力で考えたら絶対に勝ち目がないんですが、近畿だけで考えた場合は、十分に勝機があると思っています。なのでまずは一刻も早く大阪、京、この辺りをね、抑えられるような状態に持っていきたいと思ってます。まあ、そのためにはやっぱり薩摩、毛利としっかり結んで、その上で後方の憂い、これを完全になくしてからね、対徳川戦線の戦略を練り上げていきたいというところですかね。ご命令ください。さあではその親善、今毛利に対して親善が遅れないか、なんとか毛利にはね、しっかりと戦いの意思がないですということを、まあ、示していきたいところではあるんですが、ちょっとそれが難しい状態になっているというところですかね。かしこまりました。で今回ももうお金がすっからかんという状態なので、時間を進めましょう。徳島城とかの防衛にはもうちょっと兵力があってもいいのかなっていう気はしますけどね。まあ、この後徳川の大軍と戦うっていうことを考えた場合、兵力はいくらあっても足りない。島津軍と黒田軍か、ここはどうなんだろうね。
島津軍が決戦に勝利。もうこれで黒田の脅威は去ったと考えていいですね。報告します。先月の終始です。黒田の表情を始めよう。が去ったとなれば策がございます。本当にもうあとは徳川に対してどう戦っていくかということになろうかと思います。これにて表情を終わる。肥料増産の2が入りましたね。ただその他でいうと鉄砲系も入っているので鉄砲貿易、鉄砲流通、あとは馬防策、操船術、いろいろありますが、ここはまずは農地の拡張を入れておきましょうか。これででもだいぶ農業の施策力が減ってしまったので、このあたりの増強もやっぱり考えていかなきゃいけないなという感じはしますね。では進出を果たしておきましょう。かしこまりました。進出はもう1回使えるので進出、お金がない。で継続発展を。敵が上陸してくる可能性のある場所。かしこまりました。対徳川先生を睨んで準拳場を作っておきましょう。黒田家の息の根を止めるのは我々であってほしいよな。なんといっても黒田家には優秀な家臣団がいるはずなの。その家臣団をね、一応に飲み込むことができれば家臣団強化ができるんで、それはしっかりと測っていきましょう。はっ、はっ、かしこまった。徳川軍の動きがないのが気になるな。大阪城には1万2000の兵が入ってるもんね。いや強いよ、やっぱり強い。徳川宗家と、尾張徳川家、これの分断もできればしたいですよね。そうすれば本当に徳川軍は近畿に孤立する形になるんで、一騎が起きただと、この一騎の鎮圧をしないといけないね。じゃあさらに細川と黒田が一旦ご命令ください。和睦をしていますね。ではこれに乗っかる形で我々も和睦をしたいな。家康に対して一度交渉、もう家康はいないんだね。徳川家に対して交渉を持ちかけたいけど秀忠はご立腹だな。となればどうする。九州に逆に侵攻するという手もありますが、それを取るぐらいだったらやっぱりちゃんと国力をつけていくという方向に舵を切っていきましょう。まず歩兵から。総合城もうちょっと兵いてもいいんじゃない。かしこまりました。徳島がもうどうにもならなくなってるね。徳島に関してはこのまま放っておくと敵に奪われる恐れがあるんで、そうならない状態を維持していくために何か手を打った方がいいな。毛利と池田が合戦、ここで毛利がしっかり進出拡大、徳川と領土を接するという状態にまでなってくれたら、だいぶね、我々としても心強いということになろうかと思うんですが、現状だとその徳川軍とぶつかるにはちょっと心もとないよな。イメージ上ここで徳川慶喜がいるね。慶喜に決戦を挑むには兵力が足りないよな。大阪城のこの1万2000という兵力、これをどう見るかというのも一つポイントになってくるし、あと徳川軍の外交の状況ですね、見ておくと。
まあ、いろんなところと同盟関係にはある状態だな。この同盟関係が一応になくなったタイミングがね、勝負になるタイミングだと思うんですけども、今だとね、徳川に味方する大名が多すぎてまともに合戦に入れないという状態なので、ここは国力をつけることに専念しましょう。ちなみに今回のこの収録はタイから帰国して2回目の収録です。1個目の収録はハーツオバヤンを現代モッドのイランプレイで1回収録をしていて、これがタイから帰国して2回目の収録しているものです。で、起動とかに公開している銀河遊伝説は、まあ、そもそもタイに行く前に収録だけ済ませていたものだというところですかね。それなりにちょっとダメージが出てるね。一気が起きている？いやーもうさ、徳川と一度矛を収めたいよ。このままだと確かに苦しいもんね。表情を始めよう。ちょっと農業減っちゃってるのと論議減っちゃってるので、この2つに振っていきましょう。いやー、これにて表情を収めたいのよ。ただ秀忠がそれに応じない。故障秀忠、頼むよ。秀忠的にもしんどいでしょう、合戦続けるの。ん、池田家、普通の池田家、普通のっていう言い方もあれですけど、池田に対してはゴンボを送っておきましょう。やっぱり一度攻め込ませたいんですよね、徳川方に。で、攻め込んできたところを、まあ、なんていうのかな、逆手にとってというか、撃破したら、それに、まあ、追撃をかける形で、大阪城下までなだれ込むというのが、まあ、理想的な展開だと思ってるので、ちょっとそういう展開をね、期待していきたいんですが、その徳川軍も兵を起こしてこないので、そこだけちょっとどうにもならないところですね。ちなみに、長州は鳥取池田家にまた侵攻をかけるようです。まあ、徳川の方もこんだけの大軍を動かすにはね、は一騎が出てるのか。いやー、そろそろ本当に合戦を一度講和したいんだけど、外交で戦を終えたいよ、こっちも。ただそれに応じないからさ。お、徳川がやっと応じる。講和してくれ。はっ。一度応じてさえくれれば、この苦境を脱することもできるんで。かしこまりました。なんとか9月に間に合ってくれれば嬉しいなぁというとこですかね。我が領内が進行してきたか。4600でかいな。しょうがない、こちらも兵を送ってそこで迎え撃ちましょう。 S17000 に対して敵1万で来ると、これは十分に勝機があるな。出陣します。さらに逆進行をかける。和歌山に兵を出しましょう。まず13600。これで明石武則の守る和歌山城を強襲。その前に和睦が成立したいしそうな気もします。志果たさずして賞は終えられぬな。その通りだ。
こちらも国衆将兵を発動しましょう。皆の力合わせよう。さらにここぞとばかりに足軽精錬。皆の力合わせよう。ここは秀忠に対して停戦を申し入れている使者を送ったものを引き延ばしましょう。で、和歌山城を狙う。分かっている。報告いたします。先月の終始です。ご命令ください。ちょっと待ってね。あとは集結している軍勢13,600、これの行き先を行くぞ。洲本城に変えましょう。ん、出てこない。であればこのまま行く。待機します。毛利と細川、ここは毛利につかざるを得ないよ。力を貸すぞ。細川と毛利、これであれば毛利につく。細川と島津であれば島津につく。力を貸すぞ。徳川と鳥取池だけ、これはまあどちらにもつかない形になるね。さあ46,000の大軍、これを迎え撃ちましょう。徳川軍40,000。これを一気に壊滅せしめていく。まずは大好きさん、もうね、大好きな大好きな鉄砲水を大量に配置していきましょう。さあこんなところでいいかな。数で有利が立っているものの、まずは被害を最小限に抑えたいので、覚悟せよ。ご命令ください。始めるぞ。命を始めよう。そういう動きをしていきましょう。覚悟しろ。ご命令を。ゲチよ。戦場は確かに狭いね。始めるぜ。命を始めよう。覚悟しろ。参ります。覚悟は良いか。鉄砲水で敵を打ち減らして、そこに対して突撃を敢行していく。しかも鉄砲水は三段構え。参ります。始めるぞ。始めるぞ。命を始めよう。ゲチよ、始めるぜ。ゲチよ。敵の居所知れましたな。始めるぞ。まずは鉄砲水に引っかかってくれよ。そこからだ。このままでは。覚悟せよ。覚悟せよ。敵の知れましたな。覚悟は良いか。始めるぞ。ゲチ始めよう。さあ、誤解して後ろに回り込みましょう。始めるぜ。何、踊る挑発が発動された。挑発に乗っかった部隊が何部隊かいるな。やりたい。前へ。
張られてるな。やりたい。やりたい。さあここは味方は後ろに対して後ろに回り込んだ部隊が敵を強襲していきましょう。始めるぜ。やりたい。前へ。さあここで、ね、みんな遊んでる部隊ができちゃってるので、始めよう。遊んでる部隊をしっかり使っていきましょう。で、孤立したくない山内隊、まあ、本隊ですね、いわゆるは奈落へと敵を引き込んでいきます。始めよう。でさらに大砲を使っておく。格の差、思い知るがよい。我らが力、示すは今だ。やりたい、前へ。ちょっと待ってね、囲まれちゃってるよ。あんまり良くない状態だな。もったいないけど、一旦乱戦に持ち込んで覚悟せよ。山内隊を逃がす動きを。我が命に従え。やりたい、前へ。叩き潰せ。参ります。覚悟は良いか。乗れ。よし、まず壊滅させたね。やりたい、前へ。我らが破れるとは。ねえ、覚悟せよ。ゲチ鉄砲をじゃあ撃っていきます。覚悟せよ。やりたい、前へ。これで終わりか。そしたらこっからは慶喜の首を上げていきましょう。己、絶対に慶喜を逃がさない。この戦、これで終わらせる。始めよう。やりたい、前へ。始めるぞ。今は引くぞ。やりたい、前へ。ここでね、本当にやりたい、前へ。やりたい、前へ。騎馬隊がいるとだいぶ違うんですよね。思い知るがよい。我らが力、示すは今だ。やりたい、前へ。これほどと。さあ、慶喜隊を撃破していきます。慶喜を捕らえられれば一番いいし。我らが破れると。これほどと。やりたい。これで洲本城まで上陸できるかどうかというのを見極めていきましょう。勝利の光が我が道を照らしている。慶喜は出陣してなかったな、今見た限りだと。で、山内隊もそれでも5000まですり減ったか。一度開閉しよう。で、危険が迫っているという状態に変わりはないので、うん、まあいいでしょう。ここは一旦矛を収めましょう。八須賀に対して宣戦布告。ここは八須賀につくぞ。力を貸すぞ。八須賀を守らなくちゃいけないからね。報告します。さあこれどうする。八須賀がこっちに援軍を出して、援軍要請が来れば援軍を出せるけど、援軍要請がないと援軍が出せないね。これにて表情を終わる。困ったことを言ってくれるな。ゲチよ、黒田との合戦は一旦もう終わらせちゃいましょう。こうはと、まあ、きっと向こうも壊したがってると思うんで。で、新設、壊されたこの一帯に準権状は
道を承知いたしました。体験していきたい。はっ、見てた、こっちですよね。このまま行くと徳川軍に伊沢城が取られて八須影が滅ぶということになるんで、それをまあ防ぐために、どうやって徳川軍を追っ払うかだな。やるなぁ、家康も。うん、徳川もだね。もう家康いないからね。このままだと伊沢城が守りきれない。徳川軍とは今和睦してるので、直接戦火を交えることができない。で、そんな中、八須賀は我々に従属しているので、従属している大名家が攻撃されているのに攻撃ができないっていう、何度も矛盾した状況が生まれちゃいますね。いや、本当に困ったぞ。これを打開する術がちょっと思いつかない。このままだと多分伊沢城が取られてしまうので、こちらに援軍の要請を、八須賀がしてくれれば、まあ一応そこに攻撃はできるね。そうですね。ちょっとなんか皆さんからもいい知恵があれば、お借りしたいな。というのもあるので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、なんか皆さんからいい知恵、あればぜひぜひお借りしてですね、従属している八須賀を守ってあげたいなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと、そのように思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。